2015年8月2日徳島ミニバイクレースキッズクラススクーター本走。さあ路面温度59度、スクーター独特の足こぎスタートから始まったこのスタート。さあガチの2人が、元チャンプ杯出場の田村輝選手がトップで1コーナーを駆け抜けていく。さあその次は藤川選手。さあキッズ続きます。さあこの2人はガチです。パチンコカッターズ25年ぶりの再結成復活ということでしょうか。ワンツー駆け抜けて、さあその後中国です。さあここは1コーナー、優勝トモキのおっちゃんが頑張っております。スピードアドが頑張っております。最初の手が出ますね。さあ1位の田村選手、今年元キャンプの全国大会に出場が決まっております。さあ卒業したからのチャレンジ頑張ってもらいたいところ。トップ。選手に迫る。さあ藤川選手も25年ぶりぐらいの再復活です。
選手。下木選手は周回遅れになります。